亀石,亀石亀石亀石とは、奈良県高市郡飛鳥村川原にある石造物。マスダ岩泉や坂船石と並び、飛鳥の石造物の代表的な遺跡として知られる。東側の下にある石屋の跡長さ3.6メートル、幅2.1メートル、高さ1.8メートルの巨大な花崗岩に亀に似た彫刻が掘られていることからこの名前で呼ばれている。そのユーモラスな顔つきから、 アスカムラ観光のシンボルともなっている。亀石と呼ばれているが、亀であれば、顔は楕円形で、目は横につくが、顔が三角形であることや目が上に飛び出しているなど、むしろカエルだとの説がある。しかし、野中でラキュガランアトの当車リ神祖に同様のレリーフ加工がされていたことから、亀石も亀を表した説が大きくなっている。顔部分の仕上げは丁寧だが、 背などは手を加えられておらず、下腹部等半面には、マスダ岩線と同様の格子状の溝がある。上部が自然石のままで、下面東半分が格子状、西半分が平面に加工されていると指摘し、現在の下面が本来の上面で、実は上下逆であったという説も奈良国立文化財研究所の報告書で出されてはいるが、有力紙はされていない。建造時期、 目的ともに不明で、いくつかの説が出されているものの、結論は出ていない。伝説によると、奈良盆地一帯が湖であった頃、対岸の東馬の蛇と河原のナマズの争いの結果、前者が勝ち、水を吸い取られた結果、干上がってしまい、湖の亀はみんな死んでしまった。これを哀れに思った村人たちは、亀石を作って、供養をしたという。亀石は最初は北を向いていたが、 次に東を向いたという。そして、現在は南西を向いているが、東馬の方向の西に向いた時、なら盆地は一円泥の海とカすと伝えられている。実際に、亀の世地滑り地区の調査で、古代には地滑りで大和川がせき止められ、亀の接地区からかなり上流まで湖水状になっていたことがある。ありがとうございます。